はい、皆さんこんにちは、かずちゃんです。さて今日も一緒にかずちゃんスムージー作っていきましょう。さて今日使用する野菜はこちら、じゃん。まずは小松菜です。そしてりんごちゃん、そして今日はアボカド入れてきます。アボカド、森のバターと言われるぐらいすごく栄養価が高い果物として人気です。そしてレモン、ビタミン B かな、ビタミン B 豊富な、まあビタミン C 豊富なレモン、こちらも一緒に入れていきます。はい、そして生姜です。今日は生姜をすって入れていこうと思います。まあ生姜というとね、冷え予防、冷え防止と言われているんですけれども、まあね、いろいろちょっと調べてみますと、生姜に含まれている生姜オール、シンゲオールにはですね、血行を良くして新陳代謝を活性化する働きがあると言われています。なのでまあ今夏場冷房結構効きすぎててね、寒いとおっしゃる方、すごく取っていただくと、まあ、少しでも体が温まるんじゃないかと思います。こちらも入れていきます。はい、それではですね、作っていきましょう。小松菜です。小松菜カットしていきます。小松菜茎ごと入れちゃってください、全部。はい、こんな感じです。そしてリンゴ、リンゴ大体4分の1ぐらい入れていきます。種は取ってください。はい、リンゴこんな感じです。そしてアボカド、アボカド半分に切ってスプーンですくいます。こんな感じですね。まあ簡単です。アボカド入れていきます。そしてレモン、レモン半分絞ります。こういう感じで、まあ種もまあ大丈夫だと。そして生姜すってきます。まあ量は好きな量調節してもらって、まあ生姜好きな方多めに、まあ苦手な方ちょっと少なめで。はい、こんな感じです。そしてそしてお水入れていきます。はい、出して、それではスイッチオン。はい、出来上がり大体30秒ぐらい、まあっという間です。はい、それでいただきます。うん、なんかね、今日ねちょっとバナナを入れてなかったので甘みが全然少ないんですけれども、もし甘みがないとって方はバナナ半分ぐらい入れてください。で、生姜が甘みがない代わりに生姜の風味、そして生姜の味がすごくします。すごい美味しいです。うん、グーです。はい、それでは皆さん、これからまだまだ暑い日が続くと思います。体気をつけて暑い夏を乗り越えましょう。それではまたね。バイバイ。